トロイドーシーは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー、キックボクサー。テキサス州、マンスフィールド出身。第6代 IBF 世界フェザー級王者。キャリア前半は、キックボクサーとして、強打の実力者として活躍し、キックボクシングのライト級世界王者とバンタム級世界王者、全米フェザー級王者になる実績を残した。 キックボクサーでの成績は35戦33勝中24個勝ちに敗。キックボクシングアマチュア時代は1985年にロンドンで行われたセミコンタクト、フルコンタクトのキックボクシングで金メダルを獲得。1987年の大会ではセミコンタクトでは銀、メダル、フルコンタクトでは金メダルを獲得した。 1tk o 勝ちで白星でデビューを飾った。1989年2月5日、ニュージャージー州アトランティックシティで17戦無敗のアンソニー・ボイルと対戦し、最終10回2分53秒 tk o 勝ちで、世界ランカー入りを果たす。1989年8月10日、モンタナ州で、ナブフ、北米フェザー級王者ハロルド・ローデスと対戦し10回2分46秒。 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。1990年2月4日、世界初挑戦を、ネバダ州ラスベガスのラスベガスヒルトンで、IBF 世界フェザー級王者、ホルヘパエスと対戦し12回1から2の判定負けで王座獲得に失敗した。1990年7月8日、ラスベガスヒルトンで、IBFWBO 世界フェザー級統一世界。 王者、ホルヘパエスと対戦し12回1から1の3者、3用の引き分けに終わり王座獲得に失敗した。1990年11月18日、後の IBF 世界フェザー級王者トム・ジョンソンと対戦し、12回0から1の引き分けで、ナブフ王座初防衛に成功した。1991年6月3日、シーザーズ・パレスでホルヘパエスが、返上で空位になった。 IBF 世界フェザー級王座決定戦をアルフレド・ランゲルと対戦し、初回2分37秒小勝ちで王座獲得に成功した。1991年8月12日、カリフォルニア州イングルートのグレート・ウェスタン・フォーラムでマヌエル・メディナと対戦し、2回にダウンを奪うも、わずか2ヶ月の短命に終わり12回0から3の判定負けで初防衛に失敗し王座から陥落した。 1992年2月18日、ニューヨークのパラマウントシアターで26戦全勝の、戦全勝の WBC、アメリカ大陸フェザー級王者で、後の WBC 世界フェザー級王者ケビン・ケリーと、対戦し12回0から3の、判定負けで、王座獲得に失敗した。1993年2月21日、元 IBF 世界フェザー級王者カルビングローブと、 対戦し10回0から3の判定負け。1993年6月7日、ラスベガスのトーマスマックセンターで、後の世界6回級制覇王者、オスカー・デラ・ホーヤと対戦し初回終了時期券で、世界ランカー外になった。1994年10月27日、ワシントン DC で、ナブフ、北米スーパーフェザー級王者で24戦全勝の、 エディ・ホンプソンと対戦し12回0から3の判定負けで王座獲得に失敗した。1996年10月18日、デンマークでイボ世界スーパーフェザー級王者ジミー・ブレダルと対戦し8回 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。1997年10月4日、ニュージャージー州アトランティックシティのシーザーズホテルカジノでナブフ。 北米スーパーフェザー級王者で、後の世界2階級制覇王者、ヘスチャベスと対戦し7回 TKO 負けで、王座獲得に失敗した。1998年7月11日、サンアントニオのアラモドームで、イバ・インターナショナルライト級王者、ガブリエル・ルエラスと対戦し6回1分25秒、TKO 負けの試合を最後に現役を引退した。ありがとうございます。